ます。次の話題ですよ、もう。次のね、置いてかれないようにね。次の話題ですよ。これ覚えてますか？こちら覚えてますか？こちら。こちら覚えてますか？これ。これ。除霊。ガチの除霊を見たい人はこちらをご覧あれ。ガチの除霊を見たければこちらをご覧あれって覚えてます？はい。オンキリキリ、そう。オンキリキリ。そんな怒られるよ。オンキリキリの覚えてる？ね。僕が今回、ナースケさんがまたレベルを高いなと思ったのはこれを。これを覚えておいてから、ナースケさんが挙げた、こちら。こちらね。今日は何しようかな。8時だから。まあ、朝ぐらいですかね。豆、そろそろ出てくれば、オンキリキリ、オンキリキリ言うてなって。これ、動画もらいました。動画いただきました。こちらですね。彼女が挙げた動画。彼女の挙げた動画、X に挙げた動画3つがこちらでございます。まず1つ目。何をやってるんでしょうかね、この人は。この人は何をやっているんでしょうかね。本当にレベルが高いですね。本当にレベルが高いです。はい。もう一つございます。ね。もうレベルが高い。レベチなんですよ。この人、レベチなんですよ。はい、次いきます。はい。まだ二つあります。山花っていうところにいるんでしょうね。もう煽り方が半端じゃない。まあ、風が強いんでしょうね。もうね、すごいでしょ。はい、もう一つ。もうね、これね、ここのね、総本部の近くなんですよ。完全に全て総本部の近くなんですよ。この人、小石を遠くから投げんの、もう小石をポコポコ投げんのが、もううまい。もうセンスが良すぎる。もうこれね、どこでもできるじゃん、これ、みたいな、うん。センスが良すぎるんですよね。はい。ということでね、ここまでがね、ナースケさん情報でして、今彼はコーポとも、今は、メイプル、山花、というところに、ね、住んでおります。はい。豆山震え、これ怖いだろう、もう嫌だろう。嫌だろう、これ。で、今もいるんだよ。今もいて、ね、この、ひらひらをこう持ち歩きながら歩いてんだよ。怖くないか怖くないか、これ。もうこれ嫌だろ。家の近所でずっとこうやってんだよ。もうこれ、絶対嫌でしょ、これ。怖いでしょ？はい、ということで、今日はそれじゃないです。